はい、みなさんこんにちは。ゆなです。さかです。エイキブログです。私は日本に住んでほぼ5、6年経ちました。で、もちろん私の外国人の立場から見ると、うん、ちょっと変なところがいくつかあって、日本の、はいはいはい、日本が変な国だよ。で、まあ、今日はこの動画で、ここは変だよ日本人というタイトルで、うん、ちょっと変なところを紹介したいと思いました。あ、外国人から見た日本の変なところ。はい、じゃあ早速スタートしたいです。変態が多いです。変態が多い変態という言葉が海外とかにも持っていかれたこともあるし、日本人が変態ということが世界中が知られている。ああ、まあでもあれだよね、痴漢まあまさに電車とかさ、バスでさ、男の人が女の人のお尻を触るとかさ、やばいよね。やばいよ。それが世界に伝わってるって思うと、なんかすごい恥だよね日本人として。俺らも痴漢受けたことあるしね、東京で。私も一回受けたことがあって、誰かが私のお尻にこうギョンギョンってして後ろを向いて、まあ男性4人とか5人が私の後ろに立ってたから。いいじゃん、一人ずつ引っ張って誰かわかんないから。いや、誰がやったかわからないから私は逃げた。あ、何も言わずに逃げました。日本人もちょっとそういうことをやめましょうというお願いです。まあでもこれ見てくれてる人一人もいないと思うけどね。ごく一部の変な人が痴漢をしちゃうっていう。どうやってそういう人にアピールできるか分かりません。で、他の私から見た変態だなと思ってたことが、うん、電車に乗りながら変態の漫画を読むのが。そんな人いる見てびっくりした。え、携帯で変態の漫画を読んでるの？これ見たことない。なんか上から見たらめっちゃあの裸で、あ、ここが大きいとかの、そういう漫画を、そういう漫画を。恥ずかしくないのかな、その人は。すごいね、自分の世界に入り込んでるんだよね。そう。でもタカは日本でも見たことないから。俺は見たことない。私はあのその時はたまたまかもしれない。たまたまだったかもしれない。で、ちなみに変態が多いのが、うん、自分のスマホでも分かることはしてた。写真を撮ったら、うん、カチーンという音はするでしょ。ああ、カシャーってやつ。カシャー、カシャーっていう音になるでしょ、ね、海外では、鳴らない設定があるよ。あ、それ聞いたことある。日本だとシャッターも切れないからね。切れない。スカートを着てる人の下で写真を撮ったりする変態がいるから、うん、音が鳴ったらバレるという。あの、盗撮防止でしょ。そうそう、携帯のカメラの音が切れない理由が盗撮をするからその抑止力としてっていうのはね、恥ずかしいよね、かなり次のテーマは、うん、お酒についてちょっと。おお、ここが変だよ日本。そんな変なとこある？逆にドイツの方が変だよあんなあのドラム缶みたいなさ、1リットルのビールで飲むのは日本人からしたら相当変だけどね。逆に日本人はこれぐらいのビール、これぐらいのグラスにビールを入れて飲んで赤くなって酔っ払うのがないドイツで見たことない。これぐらいで飲むのはあれだよ、日本酒だよ。居酒屋に行って最初にビールの瓶を注文するでしょ、うん、これぐらいのグラスが来る。ああ、グラスね。これを一杯飲んで顔がザッと真っ赤になって、あ、まあそうだね、寝る。まあそれはでもしょうがないね、民族的にさ。それは海外に行ったことない。だってドイツからしたらビールは水でしょそうだ、そうだよ、水のように飲まれてます。週末とか金曜日に道をプラプラしたら、うん、こう6時とか7時にめちゃくちゃ酔っ払ってる人がちらほらいるのが初めて日本で見た。倒れてる人はドイツにもいるけど、うんうん、だから12時過ぎだよ。ああ、だからそんな6時とか7時とか7時間飲んでからみたいな感じ、はいはいはい、お店の中でもこうなんかテーブルでこう死んじゃってる人とかもいっぱいいるしね。それもドイツにあんまり見たことない、うん、レストランで寝てる人。まあそうだね。で、もう一つアルコールについての、うん、本当におかしいなと思ってたのが、うん、仕事のチームで飲みに行く、うん、みんながワイワイして盛り上がってる、割と別人になる人、うん、めちゃめちゃ別人になる人いるよね酔っ払う。どういうこと？仕事の時はもう本当に猫をかぶってこうカチャ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 って、めっちゃ真面目な人が
酔っ払ったら変な話もしてるし何にも恥ずかしくないし、カラオケ行ってなんかすごいはっちゃけて歌うとかそういうことでしょ。めちゃくちゃ真面目な人がサイコパスみたいなで、そんだけさ夜さお酒に酔っ払ってめちゃくちゃはしゃいで次の日朝来たらまたこうやって仕事してるとか、何にもなかったのように、仲良くなってた夜があったのに次の日またなんか同じ距離がある、うん、ここが変だよ日本人変だと思ってないのもうちょっと仕事がここが変だよみたいな話をしたい、うん、1個が日本人が握手じゃなくてお礼でこう挨拶するじゃない、電話でこう誰も見てないのにはい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 、誰に対してなのこの人何も見えないよ電話そうだけど電話の向こうの人にこう敬意を払ってるの、ありがとうございますとかねそうそう、あすいませんでしたとかまあ真面目すぎるんだ、ね、すごい、まあいいところだけど、うん、まああのこう隣で立ってみたら面白い変なことやってるなみたいなね。エレベーターホールでもさ、はい、全然違くない？日本人ってさお客さんがさ自分の会社に来たら、ああ、はい、見送るときにエレベーターホールでこうカチンって閉まるまでずっとお辞儀したままじゃん。やばいよ、あれはびっくりするよね、多分海外の人からするね。あれはめっちゃびっくりする、そこまで丁寧にずっと頭下げてんのって。そう、すごい真面目だな。そう、そのお店で何かを買ったら、うん、ああ袋に物を入れてこの袋を出口まで持ってそこで渡すのがよくわかりません。レジで渡してくれればいいじゃんって話でしょ。そう、そうだよ、なんでいらない、ここは変だよ日本人逆に邪魔だよ確かにね、でもそれだけありがとう、稼い帰るだってさ、すごい丁寧なお店だとお店出てから普通の道の前だで道歩いてるじゃん、でずっとそれを見てる店員さんもいるじゃん、頭を下げたまま。すごいけど変だよ、外国人からしたら変だろうね絶対そこまでやる必要あんのって、あ、ない思っちゃうよね。ないないない、どこかのビデオで話してたけど、うん、仕事が忙しいと夜中まで働いてて、うん、まあ、終電で帰るとか、うん、朝まで働くこともあるじゃない、うんうん、でそれが日本人の頭の中で、うん、いいことじゃないけど私はそれはやれたみたいな、あちょっと誇らしいみたいなノグハめっちゃ変だよ、なんか残業を美談とするというか、今月100時間残業したよみたいな、いや私は120時間やったよそこ争うとこじゃないよラッキーで私は、うん、私は5時間やりました誰が幸せでしょうねえ、最後にちょっと話したいなと思ってたのが、うん、学校で変だなと思ってたこと、日本の学校がドイツの学校と違うところがあって、うんうん、なんかここが変だな日本の学校みたいな、うん、1個が暗記するのが多すぎない、あーそれはね日本の教育の特徴かもね暗記したらずっと、ま、覚えるわけでもないでしょ、絶対忘れるさ、日本のテストってさどちらかというと教科書に書いてあることを覚えてその覚えた状態でアウトプットしてテストでいい点を取るって感じだよ、うん、小中高に関してはもうほんと暗記暗記暗記、どれだけ暗記できて成績取れるかが勝負みたいなところはあるかもしれないね。確かに今はもうあんまり見ないんだって覚えてないのもん、その時に覚えたことってほとんど覚えてないほとんど覚えてないでも今でも暗記するのがめっちゃ上手でしょ、ああだから日本人は暗記能力がめちゃくちゃ高くなる、短期的にこう詰め込んで暗記して覚えてっていうのは他の国の人よりも得意かもしれないね日本は、ちっちゃい時からやってる分で、もう一つ学校でまあ変わったな、変わったというか、うん、まあ私の経験と違うなと思ってたのが、うん、学校は長い、ああ長い、だから逆に日本人からするとドイツの学校が短すぎるんだよね、まあ、昼とかで終わるんでしょ、昼で終わる、学校にあんまりご飯が出ないことと、うん、部活とかもないから普通に昼に帰って宿題して、その後はまあ友達と遊んだりして、うん、でこう部活といったら、うん、なんかのプライベートのレッスン
ピアノとか。お金払う。お金は払って。日本は学校に拘束されてる時間が長いよね。そもそもだって授業がさ3時とか4時ぐらいまであって、その後クラブの部活で5時とか6時とかまで部活やって家に帰る。だから楽しいの、その人生。あ、でも学校の中が楽しいからね。まあ授業は楽しくないっていう人が多いけどその3時とか4時に授業終わったらクラブ活動で、まあ、部活の仲間と一緒に2時間とか3時間とか一緒に汗流すわけじゃん。運動して、それめちゃくちゃ楽しいじゃん。あの、お昼ご飯美味しいの？学校から出してる。給食うまいよ。あ、そう。普通にうまいよ。分かんない、俺はうまいと思ってたよ、普通に。学校のみんなの仲間と一緒に、あの、一つの教室机をくっつけて食べるっていうのも楽しいじゃん。友達とみんなで一緒にワイワイ食べた方が楽しくない？で、俺は日本で育ったからそう思ってる。そうですよね、そういうこと。だからまあ両方いいんじゃない？うん、私の立場からそれを見て変だなと思ってるけど、別にそれが悪いとか、私まあそうだよね、育てられたことがいいとか、どっちがいいとかじゃないからね。じゃないよ、どっちもいいしね。これでここが変だよ日本、それかここが変だよ日本人。私の外国人の立場から見て日本が変だなって思ってるのが、まあ私にももちろん面白いし、多分日本人がそれを聞いたら、ああそうだなって思ってもらったら、でこれ今日終わりにしたいと思います。なのでこれは面白かったと思ってた人はいいねボタン押してください。高評価お願いします。チャンネル登録もまだやってない人はこっかな。そうだね、こっかな。押してください。また3日後に次の動画がアップされるので、その時にまた会いましょう。バイバーイ、バイバーイ。